見てください。誰かいますよ。私が相手だ。うちのヤギには指一本触れさせないよ。あの人を助けましょう。哀れな魂なき者たちよ。響きなさい、満ちなさい。すまなかったな。おかげでヤギが無事だったよ。何だったのあいつら。みんな魔法を使ってたじゃないか。魔法が使えるということは不治の病に侵されているのでしょうが、それにしてもどうして我々を襲うのでしょう。異様な目つきをしていましたが、あんたたち知らないのか。あれが興風薬を使い続けた慣れの果てさ。え、なんだって。興風薬を使い続けたらああなっちまうっていうのか。でもリタルダントではたくさんの人が使っているわ。だから花風薬が売れないんだもの。そうか、そうだったのか。何かおかしいとは思ってたんだ。ずっと胸に仕えていた謎がやっと解けたぜ。え？何のこと？イート、よく考えてみろよ。どうして興風薬だけ税金がタダだと思う？そりゃあ簡単だよ。ワルツ伯爵の国民への慈悲でしょ？バーカ、レンズ越しに見てるから本当のことが見えないんだ。いいか？もう一度よく考えてみろよ。変だろ。税金がタダなのは興風薬だけなんだぞ。でもいいじゃん。興風薬が安ければそれで救われる人が大勢いるんだし。確かに病気は治るらしいよ。だけど副作用がすごくきついんだ。興風薬は確実に死に近づく薬なのさ。挙句の果てに狂っちまう。今あんたたちも見ただろ。
そんな。さあ、もう放牧の時間は終わりだ。よかったらあんたたち、うちに寄っていきなよ。あたしんちはここから近いんだ。